白母白母は日没後の黄昏を指す。一般的には日没後の太陽が地平線より6度程度下にある時間帯である。屋外で物体の区別はできるが屋外で活動するには光の量が十分ではない。一般的にはデーゲームの延長的に扱われており、おおむね午後3から4時以後に開始される試合が白母開催となることが多い。公営競技においても 白母競争で行うことがある。近年は、プロ野球でも多くのファンを確保する観点から、夏季の白母開催を増やす傾向にある。また、夏場のナイターでも日没が遅いため、事実上白母に近い状態で行われる場合も多い。東北楽天ゴールデンイーグルスは、宮城県仙台市にある、楽天生命パーク宮城を本拠地としており、東北地方の春先や秋の寒冷な気候に、 対応するため、本来は、ナイトゲームとして行われる一部の試合を午後4時開始としている。また2021年には、新型コロナウイルスの蔓延拡大により、緊急事態宣言、または蔓延防止処置重点地域の指定都道府県で、行われた試合において、なるべく20時までにイベントを終わらせる観点から、17時台に前倒して開催した事例もある。ありがとうございます。